今回の動画は前回作成したノブのモデルを使ってアニメーション用連続画像を作ります。VST プラグインやコンタクトライブラリーとしてバーチャル楽器を作るときは、こういった縦に連結されたノブのアニメーション画像を使います。それぞれの画像は前後の画像と位置をぴったり合わせる必要があります。背景を透過させ影もつけるのは意外と難しいです。今回は画像の連結にイメージマジックを使います。あらかじめダウンロードしてインストールしておいてください。まず、マーカーと金属パーツのペアレントをノブ本体にして連動して回るようにします。点キーの1を押したとき、まっすぐ正面になるようローテーションを設定します。設定したローテーションをアプライして、これをデフォルトの向きとします。次にカメラの位置と角度を設定します。右下に影が来るので、ノブは左上に少し寄せます。パネルとなるプレーンを追加します。照明を調整します。ライトの種類をスポットライトに変更して、左手前から右奥に向けます。ライトのサイズを大きくすると影が柔らかくなります。エリアライトを追加します。複数の方向から光を当てて立体感を出します。プレーンのオブジェクトプロパティーズタブからビジビリティを選択します。シャドウキャッチャーにチェックを入れます。これでパネルは表示せず、パネルに投影された影だけ表示するようになります。レンダープロパティーズタブのフィルムを選択します。トランスペアレントにチェックを入れると背景が透明になります。アウトプットプロパティーズタブから出力サイズを 200×200 にします。出力先のフォルダを確認します。アニメーションワークスペースを選択します。出力サイズが正しくなかったので 200×200 に修正します。
開始フレームを0、終了フレームを30の合計31フレームにします。フレーム数は奇数の方がセンター位置を示すのに便利です。0フレームを選択して、ノブの Y 軸ローテーションをマイナス140にします。ローテーションの上で I を押してキーフレーム登録します。30フレームを選択して、ノブの Y 軸ローテーションを140にします。ローテーションの上で I を押してキーフレーム登録します。では、レンダリングしましょう。レンダーメニューからレンダーアニメーションを選択します。出力画像を確認します。このような少しずつノブの角度が異なる画像が出力されます。コマンドプロンプトを開きます。マジックコンバート -append 0000テンピング0001テンピング0002テンピングのように入力します。最後にノブアニメピングをつけると、連結された画像がノブアニメピングとして生成されます。フォトショップで確認します。画像が連結されているのがわかります。背景は透明になっていて、よく見ると右下にうっすら影が出ています。手順は以上です。ここから先のバーチャル楽器の実装については、また機会があったら説明します。